これで新しい惑星が生まれるんですね。シュレリアにもちょっとだけ世話にな。ちょっとですか。ああ、いやだいぶかな。まあいろいろと助かったよ。私だってデルタたちには感謝してるんです。私はずっと塔の中で暮らしていかなくてはなりません。これまでもそうでしたし、そんな私に外の世界は何もかもが新しく、今回私たちも少しの間だけど新しい惑星ができたら。はい、そういえば一緒に見た星読み台、せっかくですから私の塔にもああいう場所を作ろう。もっと大きな望遠鏡を作って二人が新しい星に行っても。シュレリアは大げさだな。新しい惑星ができたら原初のオルゴールに着く。そうなったら、そっか、そうよね。だからあのデルタ、行かないで。は？私、お父さん以外の男の人とこんなに楽しくお話できたの初めてなんです。だからこの世界に残ってこれからも私と一緒にお話ししたりお出かけしたり。ごめんなさい、我慢しなくちゃって思ってたのに。私、いいぜシュレリア。デルタ？冗談ですよ。デルタにはたくさんの人を助ける役目があるんです。私も同じ。場所は違っても一緒に頑張りましょうね。ああでも嘘でもこの世界に残るって言ってくれて。嘘じゃねえよ。え？だから嘘じゃねえって言ってるんだ。デルタ？俺はシュレリアとこの世界で暮らす。シュレリアはずっと一人で寂しい思いをして過ごしてきたんだ。だからこれからは俺がずっとそばにいる。ちょっと待ってください。嬉しいですけど、でもそれは。そうよ、あんたついに気が変になったの？俺は正気だ、キャス。ごめん、キャスやみんなを見捨てることになるのは分かってる。だけど俺には重すぎたんだ。もう限界だったんだよ。あの、もういい。私は何も言わない。残りなさいよ。あんたの人生なんだし、好きにすればいい。でも、もう二度と私たちのことを思い出さないで。ずっとずっと、シュレリア、いるか？あ、デルタ。来てくれたんですね。そりゃ来るさ。もうデルタったら何を言ってるんですか？だって本当のことだからさ。それで今日は何して遊びましょう？結構いろいろやったからな。
じゃあこのあなたの自宅でシリーズなんてどうですか？そんなのがあるのか？はい、今回のタイトルはお風呂上がりに先輩とです。なんかよくわかんねえけど、それでいいぜ。じゃあ早速準備しますね。しかし便利だな、そのバイナリアってやつ。実際に行くわけじゃないですよ。当のサーバーに直接回線をつないで好きなシチュエーションを呼び出すんです。それでもすげえって、シュレリアにしかできないことなんだろ？そうですね。普通の人には固有の精神世界がありますから、私は精神世界がない代わりに当のバイナリアに直接アクセスできるので、こうやって簡単なゲームで遊ぶことができるんです。おお、どこだ。ここ何も見えねえ。デルタ？おう、シュレリアか。暗くて何も見えないぞ。待ってね、今明かりをつけますから。なんだよその格好。わかりません、最初からこういう状態だったので。つうか電気つけてるのになんでこんなに暗いんだ？いくら引っ張ってもこれ以上明るくならないんです。わけがわかんねえぜ。まあいいじゃないですか、いつも通り遊びましょうよ。遊ぶってどうやって？今回はここに台本がありますよ。あ、デルタのセリフからですね。どれどれ。先輩どうしたんですか？ランタノイル君、どうして赤くなってるの？だって俺って、お前が先輩かよ。無理あんだろ。私に言われても。ああ悪い、つい取り乱しちまって。ほらで、まだやんのかよ。久しぶりに先輩と会ったから。そうよね。あ、そうだ、やっぱり私もデルタ君。デルタ君、明日もお手伝い来れないんだよね。バイトしたりとかしなくちゃいけないから毎日は無理だよ。うん、分かってる。でも寂しいな。先輩、俺。え、デルタ君？なんなんだこのゲーム。さすがに恥ずかしすぎるだろう。私はライブラリから呼び出しただけですから。あんまり面白くないですか？ああ、いや、そんなことねえけど。でもやっぱり別のにしましょうか。ねえ、キャスティを元の場所に返してしまって。キャスティも一緒に残ったってよかったんです。その異世界の方全員を受け入れるのは無理かもしれないけど。いいんだ、俺がここに残るって決めたように。俺たちが口を挟むような。でもあれからデルタの世界の人たちが、多分キャスティたちは。シュレリア、俺はお前と一緒にこうやって暮らせればそれでいいんだ。新しい星を作るとか、みんなを幸せ、自分一人を幸せにするので。デルタは今幸せですか？ああ、すげえ幸せだぜ、お前と一緒にいられることが。そうですか。シュレリアは俺と一緒にいて楽しくないのか？そんなことないです。うん、そうですね。
すみません、変なことを言って。こうやって毎日楽しく暮らせれば幸せですよね。ああ、俺はお前と一緒に生きていくって決めたからな。はい、私もテルタを楽しませるために頑張りますね。ああ。